ファインディングにもは2003年公開のアメリカのアニメーション映画である。ディズニーとピクサーの共同制作でフル 3DCG で描かれた。ピクサーの長編アニメーション作品としては第5作目になる。日本では2003年12月6日公開。第76回アカデミー賞では長編アニメ賞を受賞した。同時上映作品は短編ニックナック。主人公。 ニモの名は、ジュール・ベルヌの小説、海底二万里に登場する、主人公、ネモ船長から取られている。2012年に、3D 映画、ファインディングにも 3D が公開。同時上映は、短編、レックスは、お風呂の王様。2008年4月18日に日本テレビ系列の金曜ロードショーで、地上波発放送が行われた。その後、二千十三年七月十四日に、 TBS 系列の水曜プレミア2016年7月15日に富士テレビ系列の金曜プレミアムでも放送された。2016年には続編ファインディングドリーが公開された。マーリンニモのモデルである隠れ熊ノミ舞台はオーストラリアにあるグレートバリアリーフの海。隠れ熊ノミのマーリンは妻のコーラルと共に卵の世話をしながら 二日後の子供たちの誕生を楽しみにしていた。ところが、突然バラクーダに襲われ、幸せな日常に終止符が打たれる。気を失っていて助かったマーリンが意識を取り戻すと、妻と卵たちは姿を消していたが、たった一つだけ卵が残されていた。父であるマーリンは、唯一残った子に、妻の意志を尊重するべく、荷物名付け過保護に育てる。 ニモは6歳になったが、あれこれと心配しすぎるマーリンにうんざりしていた。初めて学校に登校した日、ニモは遠足でドロップオフへ行くことになるが、見送りに来たマーリンはやっぱり心配して、ニモの遠足についてきてしまい、やっぱり入学は早すぎたと言って、ニモと言い,い争いになってしまう。頭に来たニモは、一人で船に近づき人間のダイバーフィリップ・シャーマンに囚われてしまう。 マーリンはニモを取り戻すため、彼を乗せた白い船を見たという何洋ハギのドリーと共に船を追いかける。しかしドリーは、健忘症で、マーリンの存在などを家具に忘れてしまう。そんな中、二人はサメトリオに出くわし彼らのミーティングに参加する羽目になる。ミーティングの途中、マーリンはフィリップがつけていたダイビングマスクを見つけるが、誤ってダイビングマスクを深海に落としてしまい。 取りに行ったところを、超鎮暗光に襲われそうになる。ドリーが、超鎮暗光の明かりを利用して、マスクに書いてあった字を読んだところ、シドニー・ワラビー通り 42P シャーマンと分かったことから、シドニーに向かうことにする。一方、フィリップの歯科診療所にある水槽に入れられたにもは、そこでクラス7匹の観賞魚たちと出会う。彼らの話によると、 魚を乱暴に扱いすぐ死なせてしまうフィリップの命、ダーラの誕生日に、ニモがプレゼントとして、彼女の手に渡るのだという。そこで、タンクギャングたちは、水槽からの脱出を計画するが、失敗に終わった。シドニーに向かっていたマーリンとドリーは、ムーンフィッシュの群れに、シドニーへ行くには海流を通っていくと教えてもらうも、その話をしようとするドリーの話を聞かずに、 マーリンの独断で誤って迷い込んだクラゲの大群の中で刺されて気を失ってしまう。運よく青ウミガメのクラッシュとその群れに救われた二人は彼らの甲羅の上に乗り海流に乗ってシドニーを目指すが海流を降りた直後、道に迷ってしまう。ドリーが向こうにいたクジラに助けてもらおうとクジラ語で声をかけるが誤ってそのクジラに飲み込まれてしまうもドリーのクジラ語のおかげでマーリンとドリーは クジラの潮吹きでシドニーの港に到着する。コシグロペリカンのナイジェルの協力でフィリップの歯科治療所に到着したマーリンとドリーだがそこへ来ていたダーラから逃れるために死んだふりをしていたニモを見たマーリンはニモが死んでしまったと勘違いし落胆する。海に戻りドリーと別れたマーリンは一人で家へと泳ぎ始める。一方ニモはタンクギャングたちの協力もあり、 やっとの思いで、しか治療所から脱走し、海で、ドリーと出会う。ニモのことを忘れているドリーだが、シドニーという文字を見て思い出し、彼女の協力でニモは、マーリンとの再会を果たす。しかし、今度はドリーが漁港網に駆けかかってしまう。ニモの提案で、大量に網にかかっている魚たちと共にしたに、およ、その後、マーリンとニモは、ドリーと共に、 グレートバリアリーフに帰り、彼らに平和な日常が戻ったのだった。一方、水槽からの脱出に成功し海に来たタンクギャングたちだが、入っていたビニール袋から出られなかった。しか診療所の水槽で暮らす観賞魚たちの総称。リーダーのギル以外は皆ペットショップの出身。エンディングで脱走に成功するも、中に入れられた袋が破けずにいた。続編。 ファインディングドリーではエンドロール後のみの登場。いまだに袋に入った状態でモロベーの海をさまよっていたところを人間によって捕獲された。なお彼らが活躍する未公開シーンがあったがカットされている。ドリーのモデルである南洋萩フランスの作家フランクル・カルベスは本作がカルベス氏の執筆した絵本ピエロレ・ポワソン・クラウンの盗作であるとして訴訟を起こした。 カルベス氏は、隠れ熊の実をモデルにした絵本、ピエロレ・ポアソン・クラウンを2002年11月に出版したが、本作の公開後は、荷と類似しすぎているという理由から絵本を有名書店で取り扱ってもらえなくなったと主張。ピエロレ・ポアソン・クラウンのアイデアを思いついたのは9年前でアニメ化を狙って、各映画会社に売り込みに行った経験があることから、本作は、 自分のアイデアを盗んだものに違いないとして、本作の興行収入やマーチャンダイジング収益の分配を要求していた。しかし裁判所は、ニモは赤いが、ピエロはオレンジ色だなどの理由で、2つのキャラクターを一般人が間違える危険性が少ないと判断し、作家の訴えを却下した。また、もし2つのキャラクターが似通っているとしても、ディズニー側は2002年の2月に、 コピーライト登録を済ませているので、2002年11月に登録したピエロレ・ポアソン・クラウンよりも先行しているという、ありがとうございます。